ああ、階段が空中に。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで早速アネゴアメルダやっけ。おお、ちょっとアユナ、話は大体聞いたよ。あいつらの面倒まで見てもらってありがとね。いえいえ、それに溶岩魔人との戦いにも手を貸してくれるってのは本当かい。まあしなければいけないみたいなので。ん、なんだって。乗りかかった筋肉だ、任せておけ、だって。そんなこと私言ってるの。はは、すっかりあいつらに毒されたね。ありがとうアイナ、助かるよ。私の発明知識とあんたのものづくりがあれば怖いものなしさ。さてと、早速だけどねアイナ、私はまずこのアジトに魔物を撃退する兵器を作りたいと思ってるんだ。兵器のアイディアは前からあってね、設計図も書いて建設予定地も確保してたんだけど、私の頭だけじゃどうしても兵器を起動するスイッチが思いつかなくてね。そこで早速ビルダーとしてのあんたの力を貸してほしいのさ。頼んだよアイナ、兵器を起動させるためのスイッチを考え出して、この設計図通りの二連砲台をアジトの中の建設予定地に作っておくれ。建設予定地ね、私埋めちゃったんだよね。二連砲台を手に入れた。あー、びっくりした、図面ね。床用スイッチ、近くの罠などを動かす足踏み式の装置。壁用スイッチをひらめいた。壁用スイッチ、近くの罠などを動かすボタン式の装置。なるほど、それを作れと。とりあえず場所はね、ここのはずなんだよね。秘密兵器の設置場所。ね、私これ床埋め立てちゃったんだ。埋め立てちゃったんだけど、まあ、とりあえず、この辺で、よろしいね。んで、ちげえわ。ちげえわ。床石、大砲、床用スイッチ。あ、こんだけでできるんや。床石、大砲、床用スイッチ。大砲と床用スイッチ。大砲1個しかないけんね。床用スイッチ。あ、あるあるある、できるできる。これ1個と、うわ、3個もできた。で、あと大砲。マグマ電池ね。マグマ電池と、これを作った後で違う。マグマ電池そんなにいらねえ。大砲1個。床石は十分あるんかな。よし、じゃあこれで、設置しよう。石橋じゃない。床石。まあ大丈夫か。よいしょ。あ、違う。下ね。降りてしまった。一段でよかったよね、これ。よいしょ。あ、違う。そんなところにはいらない。ちょっと待って。へい。そして、よいしょ。こう、こっちか。で、こう、どうだ。お、これで、あと2箇所に大砲。これか。これを、ここに置いて、もう一個をこっち。あ、上ね。ほい。で、床用スイッチどこ？あ、あの真ん中か。オッケーオッケー。ここに、ほい。ん？違くね？場所違くね？全然違う場所行ったよ。床用スイッチを、ここの下ね。できた！完成！イェーイ！設計図二連砲台が完成した。オッケー。え、できたんだけど、とりあえずこれさ、壁邪魔なんだよ。ウェーイ。破壊された。あ、これね、火を吹く石像も一応設置してるんだけど、役に立ってくれるかな。あ、上がれない、こっちからじゃ。ちょっと待って。よし、これで。さあ、アメルダの話を聞きに。いやー！燃やされる。どこ？アメルダ。あ、いたいたいた。アネゴの方が言いやすいかもしんない。へえ、やるじゃないか、アイナ。私の設計図通りに二連砲台ができてるね。あのスイッチを押せば砲弾が出る。それで魔物を一気に吹っ飛ばすって寸法さ。いいね、いいね。ん？なんだって？私が兵器に詳しいのが意外、だって？別に意外そうには見えんけど、見た目的に。ははは、そりゃもっともだ。私は荒くれども、控え、ん？従えてるような女らしね。
私はもうずいぶん昔にラライっていう発明箱の手伝いをしていてね、全然聞いたことない名前だね。私の知識は全部そいつの受け売りさ。魔物を倒すために必死に思い出してるだけなんだ。だけどそれにも限度がある、限界がある。だからアイナに助けてもらいたいのさ。私がララリの発明品を思い出す。あんたはそれを形にする。手助けをしておくれ。あ、それを形にする手助けをしておくれ。そしてこのマイラを支配する溶岩魔人を倒す最強の兵器を発明しよう。あんたと私はパートナーさ。改めてよろしく頼むよ、アイナ。おー、いいね。なんか、女同士の。ん？ちょっと待って。次バトルじゃん。傷薬3個。3個で乗り切れるかな。あ、4個か。じゃあとりあえず、はい。バトルだよ。どこへ行く？ちょい。姉子降りてきてください。姉子？降りてきた。ん？ラライって発明バカはどこにいるのか？だって。ラライはもうこの世にはいないよ。ずいぶん前に殺されちまったからね。殺されたんか。って、アユナ、無駄話なんかしてる場合じゃなさそうだよ。城から逃げ出した私を狙って、魔物たちがここに攻め込もうとしてるらしいんだ。さあ、アユナ、魔物どもと戦う準備はいいかい？ほいほい。アユナ、もう聞いてるだろうけど、魔物の中にフレームがいたら用心しな。また来るんか。私たちが今持ってる武器じゃ、フレームは倒せない。いいかい？フレームを操ってる魔導士を狙うんだよ。そのうちフレームも倒せるようになるんかな。今じゃ、っていうことは。竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せってことで、鎧の騎士団。さあ、お、当たった当たった、イエーイ。お、どうよ。うわ、びっくりした。すごい速さで来たけど。あ、でもその位置は、その位置は燃やされるよ、君。あー、間違えた。待って、剣に変えて、鉄の剣。ちょっと待って、砲台が、大砲が1個なくなった。よいしょ。よいしょ、これで。攻撃、攻撃。ほい。お、楽勝じゃね？そんなに楽勝でもないんかな。でもそこになんか一匹おるけどさ。ほら、ここに降りながら倒すっていうね。あれは、あ、やったー、倒した倒した、倒したー、やったね。魔導士を倒せ。あ、フレーム来た、フレーム。ちょい待って、早く。はよ、魔導士、はよ。魔導士、はよ。どこ魔導士？おらんくね？ん？魔導士現れた？現れた。ほい。いや、全然ですけど。いやー、待って。フレーム来たって。いやー、上がれない。とりあえず魔導士はもう直接倒しに行った方がいいよね。え、あ、びっくりした。おらんなったかと思ったわ。ほい。ダメージ。へい。あ、てか、あの辺地形めっちゃ変わってんじゃん。何？あの大砲のせいっすか。まあ。お。うわ。びっくりした。やられるかと思ったよ。さあ。ちょい待って。こんな近くで溜め出したらダメだね。よし。お、あと1回ぐらいでいけるんじゃない？あそこ傷薬。あ、ここ傷薬落ちとる。ちょっと待って。拾いたい。鎧の騎士が落としたね。あいつ結構ね、傷薬を落としてくれるんで。やー。イエーイ。やっつけた。魔導士やっつけたよ。これで、モンスターを倒せ5。また来た、いっぱい。これはまたこれでいけるんじゃないの？イエイイエイイエイ。ね？うわ、びっくりした。そのさ、勢いで近づいてくるのやめてよ。来ないで。イエイ。どう？あ、魔導士も来たよ。鎧の騎士はね、これで簡単にやっつけれるんやけど。さあ、どう？ダメだな、全然。降りていくしかないのか。傷薬落ちとった？もしかして。あー、猫が倒れとる。え、体調現れたよ。ちょっと待って、傷薬。うわ、今ブルブルってきた。コントローラーブルブルってきた。トロルじゃん、トロル。やめて。ちょっと待って。トロルやっつけとこう。やっつけとこうっていうレベルかわからんけど。ちょっと待って、傷薬に。傷薬。
魔導士はあっこで勝手にやられてくれよるかな。ちょ、めっちゃ吹っ飛んだんだけど。ちょ、待って、とりあえず姉子を連れて、いやー、とりあえず姉子を連れて、あ、レンガキッチン壊れたっぽい。あー、そこでなんか、待って、入ってった、入ってったって。ちょい待ってください、ちょい待ってください、トロルさん、ちょい待ってください。今姉子を寝かすから。ちょ、そこさ、女の子の部屋なんだけど、そんなとこで隠れてるのやめてくれるかな。そこ女専用の部屋にしたはずなんだけど、ちょっと待って、誰、誰じゃね。鉄の工房壊れた。ね、上がる場所がないんだ、上がれる場所がないんだ。ちょっととりあえず、よいしょよいしょ。あー、空き部屋が破壊された。あれは魔導士か。ちょっと待ってね、ちゅえ。いや、私せっかく上がったとこなんですけど、ちょ上がったとこなんですけど、何してくれてんの。いや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 、待って待って、上がれない。これはどうするべきっすか。ちょ、地面がなくなっていくんだよね、とりあえず地面がなくなっていくんだよね。うい、ちょ、あっこだけ守られてるな、ここ、ここに、えい、飛び移っといて、ちょ待って、回復、飛び移っといてからの、こ、いや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 、いけない、私は攻撃を受けるんだね。よいしょよいしょよいしょ、この、あ、でも、あ、大丈夫じゃない、ここにいたらいける気がする。うおい、さっきからね、コントローラーには振動がすごい伝わってきてるよ。はっはっはっは、どう、どうすか、うい、はっはっはっは、違う、ダメだ、は、うわ、待って、回復回復、危ない危ない、あー危なかった、はっは、ウィン、棍棒側にいなかったらまあまあ大丈夫な感じだと思うんだ、はっはっは、これ、ため攻撃した方がいいかな、ちょっと待ってね、は、ほらほらほら、ここでやっていってたら多分大丈夫。姉子早く復活してきてくださいまし。姉子いる？ちょ、どこ行くの？こっちだよ。あんたこっちだよ。さあ、向かってこい。うー、びっくりした。魔導士まだ生きとんか。ちょ、ガロンも戦えよ。いやー。やめて。それやめて。傷薬。待って、あと命の木の実1個しかないんだけど。やばくないっすか？どうよ、これ。ん？誰あれ？姉子？違う、ガロンだわ。何逃げ惑ってんの？姉子を守るぐらいのね、男気を見せてほしいよね、ほんと。みんな死んでんだよ、ちょっと。うえい。あとちょっとじゃない、でも。ほら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 。いけるよ、いけるよ。頑張れ、私。頑張れ、私。えい。いい感じでしょ。待って、命の木の実。へい。最大 HP アップ。さあ。あとちょっとの辛抱のはず。落ちた、落ちた、落ちた、落ちた。やばい、やばい、やばい。いや、砲台とかもう全部なくなってるし。ほんで、あの、魔導士さんは一体どこに、どこから攻撃をしてきているのかね。ちょい待って。やっぱり、あの、この場所に行かなければちょっと危ういんだって。よし、また来た。来たぞ、ここに。いやー、ん、姉子？姉子じゃない？なんか誰か、おー、やったね！ありがとう、姉子。ありがとう、姉子。助かったっす、私。お、魔導士そこにいるんだね。はぁ、私も加勢しやす。おー、やったね！イエーイ、すべてのモンスターを倒した。倒した。バトルコンプリート。これで終わり？旅の扉、赤を手に入れた。お、やったね。イエーイ。みんな復活してる。もうなんか街半壊してんだけど。あ、なんか来た、なんか来た、なんか来たよ。誰？水の中だけど。なんかまともな人間来た。まともな人間っていうか、筋肉じゃないやつ来た。へい。誰だい？
遠くに見える光の柱を目指して海を越え山を越えようやく着いたと思ったら、どこもかしこも筋肉だらけ。はあ、僕は地獄に迷い込んだのだろうか。地獄っていうなし。まあ地獄絵図だけどね。おや、あなたはほんの少しだけまともそうですね。ほんの少しだけじゃない、めっちゃまともです。ここはどこなのです？あなたは一体？でもやっとまともな人来たよって私も思った。おお、ここをアジトにして魔物たちと戦っていると。そりゃあすごい。僕は氷に覆われたガライア地方から来たコルトと言います。ガライア地方。あ、これマイヤガライアじゃなくってマイヤ地方とガライア地方なわけね。今初めて知った。お願いです。どうか僕もここに住ませてください。いや、全然いいよ。っていうかもう普通にスタスタ言ってるけど。いやー、これはひどいな。これはひどいな。ちょっととりあえず上に上がりたいよね。あー、階段が空中に。ちょ、これはだいぶひどいぞ。よいしょ。うん。そこからみんな上がってね。よいしょ。まあ、こういう感じですよ。こういう感じに、もう半壊してますよ。よいしょ。はい。ということで、すごい景色だな。はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローよろしくお願いします。Twitter の方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あー、今からこれ直すんか。なんか先が思いやられるんだけども。やばいな。